石油実業家エドワード・エル・ド・ヒニーが1924年にティーポットド,ドーム事件に関する上院委員会で証言するところ事件が起きた頃のティーポットロック南側から見たティーポットロック。ティーポットド,ドーム油田は岩の北側、写真では右側に位置するティーポットド,ドーム事件は1921年から1924年にかけてウォレン・ハーディング大統領政権下の アメリカ合衆国で起きた汚職事件である。内務長官アルバート・ B ー・ホールは、ワイオミング州のティーポットロック付近とカリフォルニア州の2カ所にあった海軍保有の油田を入札なしかつ安い使用量で民間企業に賃貸した。1922年及び1923年には、この賃貸の問題が、 アメリカ合衆国上院議員トマス・ジェイ・ウォルシュによる調査の対象となった。後に、ホールは収賄罪で逮捕され、大統領顧問団の一員として、初めて刑務所に服役することとなった。ウォーターゲート事件以前、ティーポットド,ドーム事件は、アメリカ政治史上最大かつ最もスキャンダラスな事件であるとみなされていた。1922年の鉄道大ストライキ及び、 第一次大戦期間兵に対するボーナス法案への拒否権発動によりすでに傷ついていたハーリング政権の評判はさらに低下することとなった。20世紀初頭、アメリカ海軍は石炭から石油へと燃料の大転換を行っていた。海軍の燃料を確保するため、ウィリアム・タフト大統領は複数の油田を海軍の保有としていた。1921年、 ウォレン・ハーディング大統領は大統領命令により、ワイオミング州のナトロナ軍のティーポットド,ドーム油田、カリフォルニア州のカーン軍のエルクヒルズ油田及びブエナビスタ油田の管理を海軍省から内務省に移管した。この移管は、1922年内務長官フォールが海軍長官エドウィン・デンビを説得するまでは施行されなかった。1922年ールは、 ティーポットド,ドーム油田の石油産出権をシンクレア石油の子会社であるマンモス石油のハリー・フォード・シンクレアに賃貸した。またエルクヒルズ油田の権利をパンアメリカン石油のエドワード・エル・ドヒニーに賃貸した。いずれも入札なしに行われたが賃貸自体は鉱山賃貸法の下では合法であった。どちらの賃貸条件も石油会社に極めて有利なものであり。 ホールも多大な利益を得ていた。1921年11月、ホールはドヒニーから当時の金額で10万ドルの無利子融資を受けていた。さらにドヒニー及びシンクレアから合計40万4000ドルを受け取っていた。賃貸そのものではなく、この資金提供が違法とされた。ホールは資金提供を隠していたが、 生活レベルが突然に向上したことが疑惑の的となった。元アメリカが衆国大統領顧問団として初めて懲役刑を受けたアルバート・ビー・ホール上院議員1922年4月、ワイオーミング州の石油技師がシンクレアが秘密取引で油田の権利を得たことに起こりジョン・ケイ、ケンドリック上院議員に手紙を書いた。ケンドリックは当初対応しなかったが、2日後、 一件の調査を請求した。ウィスコンシン州選出の共和党上院議員、ロバート・ M ・ラフォレット・シニアが公共の土地に関する上院委員会による調査を主導した。当初、ラフォレットはフォールの潔白を信じていた。しかし、上院議事堂にある自身のオフィスが荒らされたため疑いを深めた。モンタナ州選出の民主党上院議員。 トマス・ J ・ウォルシュは当時最も若年の野党議員であったが、長期間に及ぶ調査を主導した。ウォルシュは2年にわたって調査を続け、ホールは証拠を隠蔽し続けた。賃貸自身は合法であり、違法性の証拠は当初見つからなかったが、記録はなぜか消滅し続けた。ホールは賃貸を合法に見せかけていたが、見返りを受け取っていたことが違法とされた。 1924年の段階では、ホールが短期間でどのように浮遊となったのかが疑問として残っていた。ホールが収賄で受け取った資金は、牧場の購入と他の投資に回っていた。調査の結果、ホールの潔白が明らかになりつつあった時、ウォル氏はホールが隠し忘れていた土ニーからの10万ドルの融資の証拠を見つけた。この発見により、スキャンダルへの糸口がつかめた。 1920年代を通じて民事及び刑事裁判が継続した。1927年に連邦最高裁は油田の賃貸権が違法に入手されたと判決を下した。1927年の2月にはエルクヒル油田の賃貸を無効にし、10月にはティーポットド,ドーム油田の賃貸を無効とした。いずれの油田も海軍に返還された。1929年、 フォールは、ドヒニーからの収賄で有罪となった。しかし、1930年に、ドヒニーは贈賄の件で無罪となり、10万ドルの無利子融資の担保として、ドヒニーの会社は、フォールの自宅の抵当権を得た。シンクレアは、売信員買収の罪で6ヶ月の懲役となった。この事件の重大な帰結として、1927年に、連邦最高裁が、 議会の強制調査権を認めた。2015年2月、累計2200万バレルの石油を産出した後、アメリカ合衆国エネルギー以上は、ティーポットド,ドーム油田を4500万ドルで、ストランドットオイルリソーシズコープに売却した。ありがとうございます。